皆さんこんにちは、渡辺グルーです。今回はしばらくぶりになってしまいましたが、コンバチヒーローシリーズヒーロー戦記プロジェクトオリンパス続きをプレイしていきたいと思います。前回までにアムロ編が終わりましたので、ここからまたねパーティーを組んでのプレイになるんじゃないかなと思います。では早速続きを見ていきましょう。テーマ注意なんですね。これなら心配ありません。きっとここに戻ってきます。でも急がないと本郷さんたちの方が心配です。寂しで苦戦してるんでしょ。仕方がない、僕たち二人で行こう。エマさん、光太郎が戻ってきたら僕たちの後から来るように伝えてください。僕たちはコスモバビロニアのルートをもう一度使います。わかりました、くれぐれも気をつけてくださいということですね。では向かっていきます。お、光太郎がいましたね。今下の階に降りてきたんですけど、光太郎が来ました。ちょっと寄るとこがあったんだ。みんな揃ったようだな。行こうぜ。ということで、光太郎も合流でーす。ギリアムのことは考えるな。あれが本物のギリアムかどうかわからん。操られている可能性もある。そうだよな。あのギリアムが俺たちを裏切るわけはねえもんな。操られてるんなら俺たちが助け出してやらなきゃ。ということですね。では、本当にここから進んでいきましょう。秀樹がいましたね。セブン兄さん、いいところに。実はこの街の近くでネフラス星人を見かけた。という通報があったんで飛んできたんですけど、それらしき人物がいないんです。ネフラス星人なら僕はもう肩をつけておいてよ。あれ、そうだったんですか、道理で。あ、そうだ。この間はすっかり忘れてたんですけど、兄さんに渡すものがあったんですよ。僕が満たした流星器、兄さんに使ってもらいたいと思って。必要ありませんか。必要です。それじゃあ行きましょう。これで流星キックを覚えたわけですね。まあ、必殺技が増えたのはありがたいかな。流星キック消費がテクニカルポイント777。これは相当攻撃力高そうですけど、消耗も激しそうですよね。シーブック誰だ。アクシズのやつらか。君は、ここ今サナリーの工場内なんですけど、ここにシーブックがいますね。ゼウスのメンバーの、僕シーブックアノーと言います。これで F91 が仲間になるんだな。それじゃあ F91 は無事なのか。ええ、俺、僕がなんとか守り抜きました。君はモビルスーツの操縦ができるのか。ええ、F91 のバイオコンピューターは僕の母が設計したものなんです。だから僕にはフィーリングが合うのかも。しかし、勝手にモビルスーツを持ち出したりしては。待ってください。僕も似たような経験があります。彼、シーブックももしかするとパイロットとしての能力が高いのかもしれません。だとしたら、俺たち、ゼウスのメンバーに加えてみるのもいいかもしれねえが。しかし、彼は民間人だぞ。僕たち軍人とは違うんだ。危険な目に合わせるわけには。おっと、忘れてもらっちゃ困るぜ。俺だって民間人なんだ。僕、やります。僕で役に立てるんでしたら、やってみます。ということで、これで、シーブックが、仲間になりそうですね。まあ、F91 が仲間に入って、パーティーに加わってくれれば、また4人パーティーになるので、戦いはすごくしやすくなるんじゃないかなと思います。では、早速、ステータス見ましょう。レベル6か。ちょっと格下だな。これは要注意ですね。では先に進みます。なんだね君たちは。今バビロンの市長のところにやってきました。シーブックじゃないかね。どうしたんだ、久しぶりじゃないか。お父さんは元気かね。それがネオアキシスの程度に巻き込まれて。そうか、気の毒なことをした。実は市長、今日お尋ねしたのは森行ってお願いがあるからなんですが。なんだね、行ってみたまえ。ああ、バーワクーシへのルートをしばらく使わせていただきたい。なんだって、バカな。いくらなんでもそんなことができんよ。シーブック、君だって今我が国がどういう状態か知らぬわけではあるまい。わかってます。だからこそルートを使わせていただきたいんです。僕たちがネオアクシスに行ってなんとかこの戦争を止めてみせます。しかしな、これ以上アクシスを刺激するのは、市長、このままじっとしていてもアクシスは必ず攻めてきます。奴らの目的は破壊です。話し合いの余地はないんですよ。わかった。ルートを開こう。これで、アーバーワクーに行けそうですね。では早速、アーバーワクーへと向かっていきたいと思います。
あ、バーワークに到着です。まずは散策していきましょう。貝がいました。話しかけておきます。ようやく来たな。まったく待ちかねたぜ。貝さん、こんなところで。そうか、アクシデン潜入するって言ってましたっけ。なんだよ、忘れてたのか。クーデターの瞬間に居合わせたのはいいんだか。出るに出れなくなっちまったな。参ったぜ。せっかくの特鍋だったのによ。まあ、彼はジャーナリストとして活動していますからね。この街は一体どうなってるんだ。みんなネオアキシの味方なのか。そういうこと。ネオアキシは占領地で略奪や暴行を一切禁じたからだ。それだけじゃない。税金は軽くなるし、福祉は充実。いいことずくめだ。どういうことだ。これじゃあ俺たちが、悪者みてえじゃねえか。アポロンとやらの狙いはそこさ。こうやって征服者としていい政治をすれば民衆を味方にできる。しかし、結局は独裁じゃないか。独裁だろうとなんだろうと平和で言う方なら問題はないってことだろう。自分たちさえ平和なら他はどうだっていいのかよ。ノアクシスの起こした戦争のせいでたくさんの人が死んでるんだぞ。俺に怒鳴るな。この町の人たちがそう思ってるって言ってるんだ。アポロンはこうやって全ての国に理想的な政治を行おうとしてるんだとさ。一見まともそうな意見だ。しかし、それは傲慢です。自分たちの未来は自分たちで切り開くものでしょう。人は皆いろいろな考えがあります。それをたった一つに強制されたんじゃ何のために生きているのかわからないんですよ。アームロの言う通りだぜ。俺は昔から人から押し切せられるのが大嫌いなんだよ。たとえそれがどんなに欲しかったもんだな。これで決まったな。僕たちがアポロの間違ったユートピアを打ち砕く。これは貝からもらったものは木ですね。エリエウス要塞へ入るための木。すまない、助かった、ありがとう。いいって、それよりアポロンの野郎に人は任せてやんな。ということで貝からエリエウス要塞へ侵入するための木を手に入れました。アイテムショップにやってきたんですけど、かなり高額になってきてますね。ちょっとここでの購入は控えておきましょう。お金を貯めてまた出直します。ではサダラーに先に進みましょう。 ID カード、ふむ、確かにここは通れないんですか。残念だが無理だね。このままじゃアクシスはたどり着けねえ。どこかで騒動を起こせば奴らの目を離せる隙ができるんだが。騒動を起こすんなら俺に任せてくれ。思いっきり暴れ回ってやるぜ。いえ、ここは僕が行きます。皆さんは先に行ってください。やらせてください。僕はまだ未熟なばっかりの皆さんに迷惑をかけて、ここでやらなきゃ何のためにゼウスに入れてもらったのか分かりません。ということで、シーブックがなんか一騒動を起こすみたいですね。それじゃあ皆さん頑張ってください。僕も肩がついたら後から置いてきます。ということで、シーブックが一騒動を起こして、その間にこのルートを抜けるという、まあ、そういう作戦ですね。では、抜けましょう。モーさんに着きました。どうやら潜り込めたな。イベントですかね。どうした、ソロモン氏はまだ落ちんのか。は、それがば予想外に三国連盟の抵抗が強く。ならばコスモバビロニアの方面の第2師団を救援に送れ。当面コスモバビロニアには無視でも構わんということですね。ゼウスのメンバーはどうしている。現在 B グループはザビシでゲリラ活動を行っております。 A グループはアーバゴシーに潜入したものと思われます。その後足取りは不明。 A グループ B グループという名前で呼ばれてるんですね。陛下、出過ぎたこととは思いますが、最近マクベドの徴用しすぎでは来られませんか。秘密警察がこれほど跋扈していては、民衆の中には不安を感じ始めるものも出てき始めますぞ。なるほど、マクベは秘密警察という位置づけ、立ち位置なんですね。マクベとの再戦は当然あると思います。ここは一般人は立ち入り禁止、近寄るな。なるほど、中に入れないのか、残念だな。なんか中に入る方法が必要そうだけどな。さあ、ヘリオス要塞にやってきました。ここからはエンカウントがありそうな音がしてますね。ただ
どうだろう、ダンジョンというか、マップ的にはすごく単純に上に上がっていくだけのマップに見えます。で、このままどこまで上がるんだろうかというところですが、上がって上がって、もう何回まで上がったかわからないところで、ちょっと変わったな、宝箱が。サイコビームシール。もうこれは持ってますね。ここはちょっと降りるんだ。音が変わった。あ、下に戻ってきてしまった。ちょっともう一度上に登ります。戻ってきました。鍵が開かねえぞ。どうやらキーを変更したようだな。どうするか。一旦戻るしかないかな。戻るしかないのか。戻るんだったらさっきの下からパッと行き、ん?ちょっと待ってください。人が来ます。あ、マクベがいる。全く何をしている。たかが3匹のネズミに手間取りよって。これでは私のメンツが立たん。さっきあそこは下に降りるところだったのに、そこからマクベが出てきましたね。で、このマクベと戦いになるのかな。ラフレシアを取りに研究所まで行く。あとのことは頼むぞ。はっ。ということは研究所に行くのか。ち、威張り腐りやがって、元ジョンの人間のくせによ、やってられるかよ。って感じですね。じゃあ、あと追っていきましょう。さっき入れなかった研究所っぽいところ、あそこに向かいます。では改めてこの研究所とやら潜入しましょう。お、誰かいる。シュー、ようやく来ましたね。あの時の借りを返しに来ましたよ。さあ一緒に行きましょう。ガードマンはすでに眠らせています。誰かこいつは。あ、そうなるよね。話せば長くなるんですが、シャングリラでちょっと知り合った。敵じゃありません。本当かよ。まあ他のメンバーからしたらちょっと怪しいですよね。わかった。一緒に行こう。僕たちはマクベからキーを奪わなければならないということですね。じゃあマクベのがいる、まあ、研究所の多分奥だと思うんですけど、そこまで向かっていきましょう。エンカウントはありますね。偽ウルトラマンとかがあります、まあ、この辺りはしっかりと、お金を貯めながら進んでいきましょうか。さあマクベのところにたどり着きました。また貴様らか。だが今度はこの間のようにはいかん。本来の力を取り戻したラフレシアの前にひざまつくがいい。これでラフレシアと再戦ですね。まあ、全力でいきましょう。とはいえまずは回復から。ライダーはまあ最強技をまあ基本全員繰り出していきましょうか。まずはね、まずは最強技を繰り出して様子を見ましょう。ラフレシアの攻撃はやっぱり強いね。で、あとは連戦になる可能性もあるので、ボス戦って考えると。様子を見た後は、まあ、確実にテクニカルポイントを温存しながら戦っていきたいと思います。ようやく倒しましたね。テクニカルカプセルをかなり消耗してしまいましたが、1個だけ回収ですね。3つ使って1個だけ回収か。強かったな。回復が9999してくるのを何回かやられたので、それでね長期戦になってしまいました。おのれ、貴様たち戦力のほとんどがソロモンに向かっていなければ貴様らなどに遅れは取らぬものを…てんてんてん。ごちゃごちゃ言ってねえで要塞の木をよこしな。俺たちは急いでるんだ。木はこれだ、受け取れ。危ない。言って、てめえよくもやりやがったな。ここは私に任せてください。これでシューが離脱するパターンかな。ではキーはあなたの命よりも大切なものなのですね。そうだ。ではあなたが命を失えばキーは大切なものではなくなりますね。そうだ。あなたはすでに死んでいます。あなたが気づかないだけでね。その証拠にほら、もう何も聞こえないし何も見えません。何も見えない。聞こえない。私は死んでいる。そうです。ですからそのキーはもう必要ない。こちらに渡してください。催眠術だな。お前はあいつに一体何を。催眠術をかけただけですよ。恐ろしい男だな、君は。
ということで、これで要塞に入るためのキーをゲットできましたね。ではマクベに最後もう一回話しかけて要塞へと入っていきましょうというところですが、今回は長くなりましたのでここまでにさせていただいてですね、一旦ここまでにさせていただきたいと思います。